こんばんは江ノ浜さんこんばんはココちゃん起きてた <laughs> ちなみに江ノ浜さん初見じゃない <laughs> みけんさんこんばんはは <laughs> 配信をやいていくよ どんンンこんばんはイエーイきょは唇しか塗ってなくてちょっと顔が薄いけど許して <laughs> ブッチさんこんばんはあとね黒酢で活性を飲んでる。 <laughs> 天然ベレー帽をかっぶってるみたいで <laughs> 三つ編みしたらね子がもってなるんだよねのちゃんこんばんはゆうせいさんこんばんはヤクタタズさんみずきいえいこんばんはまささんえびけんこんばんはつなさんこんばんは。 三蔵さんかわいすぎてこっそり Twitter フォロー <laughs> ありがとう三蔵自分の10秒動画俺より俺のことが好きって自分大好きだから違うと <laughs> いや間違えたなんかそれはめっちゃ間違えてい <laughs> ジムンどんが私を好きな気持ちより私が自分の好きな気持ちとか勝ってるって言おうと思ったの <laughs> 中村こんばんはシャクさんこんばんはヤダヤダ水ん もってなるのここね三つ編みするとねここねででか髪をね三つ編みできるようになったんですよ見てめっちゃちび三つ編みだけどできるようになっただけどここがもってなるタイタジこんばんは好きですありがとう <laughs> ゆうせいさん待ってます東京待ってます眉間30秒動画今日ずっと見てた おね、昨日ねやっぱ締め切りの日だったからかわかんないけどたくさんの人に1秒動画リクエストされました <laughs> そらさん13日待ってますあんこちゃんこんばんはデビさんこんばんはえのノのノリ今度かわいいセーター見つけたから来てよいいよ熱くね <laughs> 熱くね三島くらさんこんばんこばは 青担当さんしょさんこんばんはありがとうございます19歳になりましたヘミみくんこんばんはそう今日はね料理配信にしようかなって思ったんだけどちょっとね誕生日プレゼントで部屋が埋まっててね片付けきれてないからねまた今度にするね <laughs> もうね今部屋の4分の3がプレゼントなのね <laughs> だからね 大変なことになっててなかなか片付けられなくてちょっとね今度今度にします <laughs>。そうなんか料理で使えるものとかもらったし、それをねさらしていく料理配信をするから今度 <laughs>。大いたいシの前ドキドキしながら待ってた狐の気持ち。狐。もうドキドキしてワクワクして <laughs>。 ゲッチュさんこんばんは昨日ぶりやんふみくん日はね4日は秋葉原 <laughs> じゃなくてえー、っと上野音横丁さんですね上野ですないのにサイバーズみんな鼻血祭りだもう輸血健 <laughs> 坊こんばんはデュリさんタンプレで部屋がうまそう埋まってるよ今大変いほんと結構大変で <laughs> あのさプレゼントって普通のものと違ってさラッピングもきれ,きれいにされてるじゃないだからさ何あのそのラッピングをほどいた紙がまた散らばるみたいな <laughs> <laughs> クロロちゃんこんばんはそう三つ編みできたよどういい感じクマさんこんばんはいびけん大人気だからいやありがとうみんないびけんプレゼントありがとう。 ココロコロこんばんはそうめっちゃねやばいのなんか私のおうってねなんか不思議なおうちで何だろうベッドと別に 1LDK とかじゃないんだけどベッドのお部屋と普通のお部屋が分かれてんだけどなんか普通のお部屋の方が埋まってる今 <laughs> <laughs> トナさん柴田さんにおしくらと金銭見たいっていう俺の願い届いたから褒めてくださいいいやすごい本当にそれはすごい私も本当に 出たいなと思ってたから本当お誘いいただいてありがたいです自分の部屋が大変になると思ってプレゼント用意しませんでしたおい青 <laughs> <laughs> 担当さん今度挨拶に伺いますね待ってます四分の3を顔回ってたら蹴飛ばしそうだからもう本当とこて歩いてる <laughs> <laughs> ひでさんこんばんはそう上野ですふみくんイエチさんセイターン美しかったねそうセイラちゃんめちゃめちゃ可愛かったしめちゃめちゃ綺麗でしたね昨日 もうねモニター越しにでも綺麗だった <laughs> 4日は池袋あそっか4日は池袋あ五5日が上の音横丁か次のライブはゴールデンウィークのライブは5月4日池袋ルイード系3さんで桃枝革命さんたちのフォーマーライブをします出させていただきます 20時から出演で分配21時まででこの日は30分のライブですはいで次が5月5日の上野音横丁さんでえっと出演19時20分から物販20時15分からでこの日も25分ライブでちょっと2日とも長めのセットリストのライブとなっているのでぜひぜひ皆さんゴールデンウィーク中遊びに来てくださいプレゼント開票配信しようあそれもいいねでもなんか崩れそういろいろ <laughs> キモ物ちゃんラッピングううん、うん、キモ物ちゃんめっちゃありがとう <laughs> あの実用的かつシンプルで良い <laughs> 嬉しい家がプレゼントでいっぱいになるもののも時間の問題だねそうなんかいっぱいね誕生日じゃない時でもすごくみんなたくさん差し入れとかプレゼントとかくださるからありがたい安さんこんばんは。 そう間違えたね4日池袋だった剣坊 <laughs> さんありがとうまだ買ってないガチ恋失格や <laughs> いいたくさん生誕祭というプレゼントをいただいたのでクロちゃんありがとうデビさんじゃあデビさんはベッドの方の部屋で待ってるねええ？やだ <laughs> やだやだ窓から追い出すよ剣坊 <laughs> さんぜひ遊びに来てください加星さんこんばんは タイたち今度物販終わったら好きだーって叫ぶわなんかさタイたちがなんか陰陽リツイートしてたしゃべくりのやつを見たよ <laughs> 5, 5日出番遅いよね5日の方がで、ね、も若干早いかも4日の方が遅いかなそう中やんこんばんはひれぼうさん昨日はありがとう初めて会えたやっと <laughs> 4日ワンちゃんいけるかもおっ待ってます江ノ浜さん気をつけてきてね ユセップヘルマワンさんこんばんはこんばんは <laughs> デビさん桃色革命さんのやつめっちゃ行きたいねフォーマンしかもヒューンズ桃色革命さんの1個前の出番をいただいたのでとても素敵です <laughs> ありがとうございますで絶対楽しいよだから淳さんこんばんはミケンさんよく会いに行くけど絶対ジャンプできない <laughs> ゴルフでね筋肉痛でね 今のまた切り取ろう <laughs> 着物ちゃん切り取りマンだもんね健坊さん待っているよ西ッあ西ありがとう西じゃん <laughs> あのね今日ね今日大学行ったんですよ私 <laughs> あの大学はなに今日平日だしさあるじゃん大学あると思ってるルーティクじゃんなんか大学って不思議でさ 休みの授業もあれば休みじゃない授業もあるみたいで,で明日がね休みな授業があるっていうのはしてたのなんだけど今日休みじゃないと思って行ったらなんと休みだったっていうやつー <laughs> ああ<ー笑>そうっていうことがあったよ <laughs> そうなんだよねちょっと泣いたって感じ まあそそういううういいいい時もあります大学っててううのかりにくいからちゃんとしてほしいよねなんかさ高校みたいにさ「この日は休みです」とかじゃなくて「この授業は休みです」みたいなさ感じでやるからやだ先生がさ「休みたいから休もう」みたいな感じでさ「休むのかなああいうのって」なんかさ「絶対だってさ絶対あなたゴールデンウィークだから休みたかったんでしょ」みたいな人いるじゃん。<laughs> タイタで4日ほぼ強制レベルの出勤になった9位出番遅いから OK したわおーよかったでも本当ね4日ね普通に平日でお仕事の人いるかもしれないけど普通に20時からだから出番ねじおし授業じゃないお仕事がない人これありがとうタジタジ俺も i p h o n にするから切り取りマンになる木村先生に弟子リアするんだえ iPhone いいと思う私もね長年 iPhone ユーザーだけど iPhone の良さはとても素晴らしい くくんんかかなかなああるあるだよね剣坊 <laughs> さんもまさかの休みそう今日はなかったんですよ犬浜さん今日の授業のあるやつはなかった明日はね朝は行って昼過ぎの授業がないんだけどデブさんサッカー好きの教授は深夜に試合があったら翌日休みだったええー、やばくない <laughs> 授業料 <laughs> たかゆさんだ昨日はチェキ取れて嬉しかったこちらこそだよありがとうまた遊びに来てくださいゆうせいさん大学の当日の休校はよくあるねえそうねさ知らないからこっちはおおおおお,お休みがいいみたいな <laughs> ねそう先生の都合なんだよねキモラちゃんゴールデンウィークって何おいしいのねそれな <laughs> なキーンズもねありがたいことにゴールデンウィークはほとんど休みがなくてそうライブやリハーサルなどなどあってけどねいらないよねゴールデンウィークとか <laughs> でもね普段忙しくしてる人が休める期間かもしれないしねゴールデンウィークっていうのはみんな満喫してゴールデンウィークがある人は <laughs> 昨日の出勤ノータイムで断ったらさすがに今日説教スタートでも昨日楽しかったからいいや昨日お仕事だったんだねタイたちそれはそれはでも大丈夫クビになってないからクマ <laughs> さん4日はライブ行きます待ってまーすクマさん4日の池袋そう最近ねセットリスト的に長めのセットリストが多くてね嬉しい <laughs> 言う,うて休校は喜ぶ生徒の方が多かったりそれはそうだよ私もちょっと嬉しかった <laughs> だってさ授業中なんかさ普段あー眠たいなーみたいな時のさ眠さとさ授業中に感じる眠さって全然違くない <laughs> 授業中の眠さってさこの世の終わりかのような眠さじゃんだ <laughs> かそれを感じたくないからね スマパイさんのレストライブで初めて見ましたおありがとうございますまたキュイーンズのライブもぜひ遊びに来てくださいひでぼうさんでも池袋の3人が池袋のじゃない高校生の3人がきついのでは高校生の3人あーあの他のメンバー確かに今日ね高校生は今日ちゃんと学校だしね ここちゃん今日で12連休目ですからめちゃ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 満喫してるここちゃんブッチさん4日は別現場から飛んできます待ってますブッチさん <laughs> 待ってます獣ちゃん持ち物特別な時は告知してね了解そうね特別な時があるかもうん今回はあるからちゃんと告知しますねありがとう獣ちゃんミケんさんいたちゃんライブ来てくれないと漫才できない み紀江さんとタちたちの絡みはねほぼほぼコントなんですよねほぼ漫才ガんチさんこんばんは <laughs> 大体どうしても動画券使いたかったみずきともおしゃべりしたかったしね動画券ありがとう使ってくれてデブさん眠い時は一番後ろの席を陣取るんだなんかさ私さ授業にギリギリに入るタイプの女だからあの後ろの席が空いてない時が多くてちょっと後悔しちゃういつも。 だから次からちょっと早めに入ることを心がけるね <laughs> 中野ちゃんよるすきー <coughs> あっのまれ坊さん行ってるんだね今ぜひぜひ遊びに来てください中野ちゃんクロロちゃん連休あっても予定ないので出勤もあそういう人もいるんだお休みだけどやることないから仕事をみたいなえそれで仕事行くのすごいよクロロちゃん ココロコロ今後タオル使える曲増やしたいまい確かにね確かにタオル曲せっかくタオルいろんなバージョンあるからケインズね確かにそうだねぶっゃさんカレンダー通りだけど前日現場で休みなし休みとは <laughs> ねわかるなんかさアイドルのライブとかって休みの日の何ものではあるけど休めないよねめちゃめちゃ動くしさ <laughs> 休みとは確かにそれはあるかもウッチさん大体久しぶりのライブだとコール事故るみんな昨日ごめんちゃいライブじゃない曲ね確かにみんな復習しとかないとねつい <laughs> みんなで復習してからライブヒデ <laughs> 坊さん昨日俺が会長された時にまなみちゃんに声をかけられたか覚えてたみたいでよかったね私は初めて秀デさんのことを見たから嬉しかったよ <laughs> クロちゃんいや有休取らなかったのでカレンダー通りに出勤してるだけですよあなるほどね明日とあさってみたいな感じかな藤ちゃんこんばんは。 クローちゃん今日明日は電車が少し空いてて助かります空いてるんだ今日すいうん私の乗った時あんま空いてなかったけど確か朝とかは空いてるかもね確かに昨日もこういう事故ってわわって叫びそうになった大丈夫だよ楽しかったらいいよ <laughs> 今日のちゃんたちたちは言いたいことないらしいよガチ食い込 <laughs> 言いたいことがないんだよないんかいみたいなタ <laughs> いたイ集中瑞季ふふさんマジでお仕事とお仕事って何,何年金だ何,何年金だろうって感じだなでもさそういうことそういう人たちって休んでる時あるのかなだってアイドルのライブって休めないじゃん確かに休みの日の楽しみではあるかもしれないけど <coughs> 熊さんその動きの意味は意味はないよ <laughs> けもフケケノさーん <laughs> とわっちこんばんはありがとう富士ちゃん葉山の食べる牧場ミルクえあるそれなんかおすすめされた どの子だひでぼうさんた体ガチ恋メガホンもらってテンション爆上げだったのであのあの体たらくん爆上げだったのにあのガチ恋メガホンもらってテンション爆上げだったのにあの体たらくたらく体たらくえっ <laughs> なんだ私読み間違えてるのかなあテイタラク」「テイタラク」っていう日本語があるの?「テイタラク」ってどういう意味 うちさん昨日水でかかった瞬間、紙で最善にかぶりついた。可愛すぎてこいでた <laughs>。なんかね。いつもよりね。サイバーサイバーズがね。上手にいることってあんまりないなってイメージで私。私上手の最善はあのまなみ推しとかがいるイメージでなんだっけど、なんか昨日えなんかいると思って <laughs> そう。 クローちゃんいつになったらイルゼに会えるんですか他のメンバーにはたくさんあってねそうこの前もね会えるかもしれなかったんだけど聞きこえなかったのよイルゼとえなわさん今日の午前中は半分意識飛んでた五月いわかないや寝不足ですえなわさん寝不足です虹 <laughs> 枕さん手いたらく何雑魚ってことなんだえぇー勉強になった手いたらくってそういう意味なんだね えー、初めて聞いたすごいはじファーストファーストリスンリスニングわ <laughs> からない言葉考えるめっちゃきかわいいう考えちゃうなんかね知らないファーストリスニングだったから <laughs> そうなんだ ココロコロ今コロコロ流のタンプラー作成中ちょっと血合が入り時間が見たいなのでできた時は私で。オッケー待ってるねコロコロ。なんという姿だ。なんという手いただくだ。<laughs> ありがとう、えいじむ辞書が今手元になくて。ミ <laughs> ケさん昨日反省会したっけしてないの昨日。私たち。マッサーこんばんは。 ね最近全然会ってないマッサンと元気マッサン獣ちゃん最近最前土戦、ね、そうそう獣ちゃんも思ったなんかね最前土戦にすごいいるなって思った昨日、ま、なみちゃんのことかそうか高校生は22時だもんねあれ上手にいるって俺のことかうんそう <laughs> マッサンありがとうプチさんサビのヤダヤダの振りをガン見するおたげ <laughs> なんか昨日こうやってやってるって思ってた人がいたよでもこれは手をグーにしてこうなのだよ <laughs> 高湯さんありがとうデヴィサ間違えて水着とか言ってたごめんなさいサイバーさんえ見間違えてたもう水着とか言われても水着って読んじゃうもん私 <laughs> シャさん確かに神手はまなみよしねそうだよねそのイメージが強いんですよあれ何学部でしたっけいややめてくださいやめ,やめてください皆さんやめてください日本文学部ですやめてください <laughs> <laughs> 大体水流だけは神手にいるわよろしく分かったいやなにテレビるでもこっちも <laughs> みっちゃんこんばんはカッキー今日も控えめに行って圧倒的バチボコ優勝かわいいありがとうカッキーこれ読むの楽しいからもっと送ってほしい <laughs> マサさん、ゴールデンウィークなかなか休めなくてライブに行けないそっか、でもゴールデンウィーク終わってからもあるからその時に来てね、マサさん昨日は寝落ちをしたんですよ、マサさんそう、私は家に帰ってから記憶がない、昨日朝起きたら部屋にいたみケいさん、そういえば最近前に行くのを躊躇しなくなった自分が怖いでもね、そういうものだよね、嬉しいよ私はやっぱね、みんな恥ずかしがらずに前に行くんだよ <laughs> カツさん来たぜこんばんは勝さんあいつたちまた俺のことやなんかこうじゃないしこうだし <laughs> あいつさんそれそれなえマッサン覚えてるよマッサンは意外と若いっていうのを覚えてる黒酢 <laughs> で活性って 大体どうせ俺が先に照れて目そらすから瑞貴が照れてるかどうかわからない <laughs> 確かにそうかもしれない山野ちゃんでも眉間さんの後ろになったら確かに眉間さんの後ろになったら見えないかな <laughs> 眉間さん背が高いもんねでも大丈夫そんなの関係ないみんな背高い人もいるみんなヒール履いたらいいの <laughs> おいカキ読むの楽しいの珍しいですね嬉しいみが強いに <laughs> なんかさ、何とか見とかさなんかすごい舞台の星の王子様の舞台の時めちゃめちゃ楽屋で流行ってその何口調がもうみんな言ってた「つらみ」とかさなんかさ <laughs> なんかすごいどうでもいいことまで見つけてなん,なんかななんかんていうのなんかさ感情にさ見つけるじゃん大体ってなんか「つらみ」とかさ「うれしみ」とかさなんか「眠み」とかさ 楽しみとかさなんかさあんじゃんけどさなんかさ物にまで身をつけ始めるのみんななんか <laughs> なんか <laughs> なんか水にとってみたいな <laughs> 水の水に身をつけてなんか水にとってみたいないやももいや実つけなくていいからみたいなそういうのもあったね身いいよね面白いよね熊さん今度みけんさんの方借りてジャンプあそれはいいかもしれない高く飛べそう デビさん位は山谷広報見物前に来てるねデビさん千人こんばんはトワッチこの前ミータに聴いたって言ってたの俺の曲をリップしてしたけんそれでないねえ思ったそれそうかなって思ったトワッチ水木ちゃん俺の一個下かえっ嘘マッサンそんなに若かったっけ確かに若いなと思ったんだけどそんなに若かったっけ若いマッサン 何飲んでるのおでんの出汁じゃないわクローズだわ <laughs> じゃあタジタジ背負うなんかタジタジ背負うってなんかすごいなんかなんか建物みたいになりそうアマシンドカッセーアマシンドカッセータイタジムービーは目そらさなくなったから水いも頑張るトレーニングだねタジタジ かッきー、控えめに言ってひたすらにダントツぶっちぎりでバチボコ優勝かわいすぎていい波乗っちゃう。<laughs> いい波乗っちゃう、ウケる。いい波乗ってんねー。か,うさん嬉しみかっきー、何その隠れやばみ。え、そうみんな使ってた、やばみとか、そう、使ってたよ。<laughs> かっさん俺、今日ちょっとさいばみだわ。<laughs> ということや。 ミミッキーさんみあるよミッキキーーああるるよよ、ね、すごい「み」がめっちゃ伸びててんだろう <laughs>「サイバみ」可愛いわマ <laughs> ッさんえっみずきちゃんより下だと思ったうんうんなんかねマッ、ま、さんっていうなんか名前自体がもうちょっとおじさんかなと思ったんだけどでも意外と若くててか普通に若くて意外だって思ったのともうちょっと私上だと思ってたでもだから意外と近いね 私たちけんさんに背負われたらデストの天井ぶっ壊えそれなそうだよそうだよなんなら聞いてみそうめっちゃ女の子しとる歌詞やからえー、聞いてみそう <laughs> 聞いてみたいなみみなみとかねあとなんか YouTube でなんかオタク語のなんかオタク語のシンデレラ みたいなオタク語でシンデレラのアニメをやりましたみたいなやつが YouTube にあるみたいでそれをみんなひたすら見ててなんかオタク用語でせりを言い始めたりとかしててんかネット用語みたいななんだろう <laughs> ポ,ポキみたいな, <laughs> なんか <laughs> 面白かったよ マスター人としが変わらないのちょっと意外だわえ待ってる待ってるマッサーカッキー僕も19歳2が強いみだよ <laughs> いやカッキー19歳2悩みだよ <laughs> 悩みだよカッキーみずきちゃんが童顔そうもいつも童顔だよね私もう毎日童顔エブリデイ童顔 <laughs> 大いたもっと急上昇で飛ぶ練習してゼスト行こう <laughs> もうゼストさんを破壊するっていう目標になっちゃってるからダメト <laughs> ワッチうちの地元の方言で言えば聞いてみるっちゃみるっちゃみるっちゃ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 さん俺も冴羽ちゃんと20ぐらいしか変わらんわ <laughs> 結構変わるわかつ家さん <laughs> 結構変わるわ20って <laughs>。 でもね、でもでそんなに年上の人とか、あんまり、何、物おじしないタイプの人間だから、気にならないよ。よきじこんばんは。どうだった日曜かけさん。<laughs> タイトルエブリデイ TKO。それな。えのはまさん、ワイ老眼。老 <laughs>、やめてやめて。老眼と老眼を、陰踏まないで。老 <laughs> 眼なんね、えのはまさん。 そうなんね大丈夫生きてる生きてるかっきひどいわ19歳なんでたったの10年前くらいだわよどうしたいきなり <laughs> 全然10年前やんまた、あ、ったのかもしれないけども確かにクマさんジャンプ大好きよけさんが来たねよけさんジャンプ好きだもんねいやでも100あったらこの世界で会えてなかったからいやほんとそうだよね そうだから今会えてるみんなは本当に狭い狭い年の年,年,年月の中で出会えてるからとっても素晴らしいことだよね余計人めっちゃ泣いたいや泣けそうだもんね今日のは結構てか私今日渋谷にもちょっと行ったからなんか見たよあの <laughs> ピンクのチェキ入れれる T シャツ着てる人結構いたカズ <laughs> さんサイバー水着だよ サイバーサイバーだよ <laughs> とりあえず7月か8月にライブ行くのが目標待ってますとバッチ着ロちゃん娘より下かあそうだねそうだっけ同い年ぐらいだと思ってた娘さんは私とカツネさんよかった俺平安時代に生まれたらサイ裁判所に出会えてないもんなほんとそれな しかも私、平安時代で生まれてたら、アイドルとかできないぐらいの不細工扱いだったと思うよ。平安時代は、なんか、おたふくソースみたいな、おたふくソースの人みたいな顔が人気だったんでしょ <laughs> やっと見つかった、デスティニー。デスティニーだよ、デスティニー。獣さん、それ俺も。そうなのクマさん。めっちゃスタイル良いよね。ありがとう、かずさん。 そんななことないよ何にもちょっとそろそろ努力をしないといけないと思ってるよ <laughs> でもちょっと今ねちょっと気持ちダイエットしてる気持ちだけ <laughs> もう気持ちだけダイエットしてるから <laughs> そんな感じよ今何時ですかちょっと時計がない パピコさん、ツイッター見てます。ありがとうありがとうございます、パピコさん。これからも見てね、ツイッター勝野 <laughs> さん、夏ぐらいにサイバーさんに会いに東京行きたいな。そうね、キュウインズが夏のね、イベントに出たときだよね。ぶっちさん、マサさん、CT、時間ありがとう。 クロロちゃん冬のドラップ <laughs> そう見えなくて文字がか <laughs> ぜさん今のグループから芸能始めたのうん違う中学校の時とかもなんかやってたし今のグループからではないですね「あいだちマジでタイミングア忘れしてたからちゃんとガチ恋練習する昨日からしょきっと聞いてる <laughs> そうねちゃんと確かにガチ恋は練習しようね <laughs> 確かに確かに頑張ろうたちたちとあってダイエットせんでもいいのに今のみずきちゃんが好きやしほんとでもねちょっと体が重いんよた <laughs> だからさまとんの中にみずきちゃんに会いたいって人たくさんおるから13日新規楽しみにしててね分かった頑張るよつのさんかっきり言ってかその髪型かわいすぎてエモすぎて尊すぎて好きピッピが熱森 <laughs> <つ盛> <laughs> ウケるなぁセンスがすごいよねやっぱ活気は厚盛を最後に入れてくる感じがねマスターみずきちゃんの水着よさげーほんとありがとうみずきちゃんの水着写真集のねページにも水着があるみんな写真集見てくれたいいよね私の写真集自分 <laughs> のでもここにいる人の先祖が一人残らずみんな平安時代を生きていたってすげえなと思う当たり前なんだけど映像、えー、すごいよねそれはわかる ちゃんと先祖がみんなのみんなにちゃんといるっていうのがすごい CT こんばんはそうね改めましてこんばんはコロコロ13歳のみずき見ちゃった13歳懐かしいよねもうあの晒し上げましたけどあれをタイタにあれこのタイミングだっけって顔しちゃった <laughs> こっちは多分必死だったからねあんま気づいてなかったんだけどそう 結構でもさアイドル並みに緊張するよねガチ恋とかやるのえっとね初期と自己紹介っ曲でガチ恋を打てますね CT ブチさんブログの19歳の目標に棋風に出る連打してて本気感じたいや今年こそ出ないともう出な出れない <laughs> もうね時間がなさすぎる <laughs> いやなんか時間がないっていうかね自分の中でねあの なんか自分の中でここまでには出たいっていう期間までの時間がないからもうちゃっちゃとちゃっちゃと <laughs> 速攻出たいですねっていうふうには本当に。とねは浜さん写真集拝見しましたもだいました <laughs> ありがとうよかったでもすごいよかったってねいてくれる曲がねあってね クロルちゃん言いたいことが何だっけ <laughs> 言いたいことが何だっけ言いたいことがあるんだよ。すいませんあ写真集まだ見てない <laughs> 早く見てつのさん <laughs> 水木の水着ちょっと点々がついただけですけどたまち写真集欲しかったね遠いからねなかなか来られないと思うけどさっき言いたいことが言える曲あるよ。 さっき写真集でヤフオク写真集をヤフオクに出して <laughs> 転売ン <laughs> さん俺でも卵から生まれたみたいなアバターしてるで <laughs> いやいやいやしてないしてない <laughs> ちゃんと哺乳類のアバターしてるヒデ坊さんキュウイのライブに来たきっかけこの配信のみゆちゃんが面白かったからあそうなんだじゃあみゆに感謝だ獣ちゃん水着より人形の耳持ってるカットが良かったほんと あれね不意に持ってみたの <laughs>「タイル売打てますね」って俺の俺とノリが勝手に打ってるだけ <laughs> でも好きな人はいいよねそれが「殿さん柴田さん写真集欲しいがってだけで予約制なので」って言っといたじゃあ見せてあげようバシエさんに勝野さん「ちゃっちゃとティフはいいな <laughs> ちょっと言葉選びを間違えた <laughs> そう出たいなでも。 江の浜さん言いたいことがあるんだよい言いたいことが確かになるねすごいだって水木よりライブの時の水木が一番好きぴアリピー,タジュタジーってあげたじかき言いたいことがレボリューションユキジ獣さんそれな本当トユキジもそう思った CT じゃあ予約 CD ゲットしたから試し打ちしてみるわあそうねしてみようしてみよう 三つこんばんはおひさおひさ自分の写真集予備,予備在庫が2期3周年ライブとかのじゃんけん大会に商品になると予想 <laughs> いや待って待っていろいろツッコミどころが多いあの3周年ライブはまずいいとしてじゃんけん大会があるっていうのはね結構ね斬新だし予備在庫がそのなんかじゃんけん大会の景品出されるという流れも結構斬新 <laughs> ココロコロ昨日行けずに写真集受け取れず泣いた4日に受け取りってメールしたけどありがとね受け取ってほしい早くそのさまあ押倉んじさんのおかげでみずきちゃんに会えたからそのラストライブ共にラストライブに共演なんて思いっすそう私も押倉さんとは本当にさきなちゃんがいた時から結構ね共演させていただいてたからそうで私ほのかちゃんすごい好きででもね おしくらまんじゅさんが見られなくなっちゃうの寂しいけどでもまたね、二人はいろんな道で活,活躍すると思うのでそれは楽しみかけ、やっぱり君はファンタスティック <laughs> 星が真ん中についてるのがすごい気になるくるにゃんぴーこんばんはイエーイたいたで昨日ゆりに改めて写真集のお礼言っておいたゆりには頭が上がらんでござる本当よゆりには頭が上がらんよ ゆりはね、すごいんよ。すごい子や、ゆりは。オーバーオールの写真良かった。本当最近のはやあのハマってるオーバーオール。<laughs> みけいさんそろそろ写真集見なきゃ。<laughs> 早く見てみけいさん。C.T. がちくり工場どのパターン入れてやろうえ、いろんなパターンがあるの？ガチくり工場って種類あるんだね。 そのさほのかちゃんとのツーショット楽しみにしてるねうん楽しみにしててカズさん水着を拝みまた今年の夏楽しみにしててね <laughs> クロちゃんゴージャス工ジュを久しぶりに見たあそう言って言うんだ「ウォンチュウウォンチューやっぱ好きやっと見つけたディスティニー」<laughs> え初めて聞いた 調べてみるねまっつんさん初見ですこんばんはサイばみずきです私たち変なこと言ったらみずきに打ちられそうで怖いそうだよゆうからね今日たじたちとねこんなこと話したとかねやっぱたじたちより私の方がみずきちゃんのこと好きだって思ったみたいなことを話すからかつらさん何飲んでるのスープカレーじゃないよスープカレーじゃない黒酢や 黒酢で活性やスープカレーストローで飲むかいミツ歳ン19歳19になったんやおめでとう今更ながらありがとう19歳で私も大学生ですミ <laughs> ツ <laughs> さん何のないのろん黒酢で活性 <laughs> まっつんちなみにツイッターをフォローしてますありがとうまっつんこれからもフォローし続けて <laughs> ヤキジゴジラティーに入れた言いたいことがあるんででもやっぱり言わないじゃあじゃあカマスキアはえそれねなんか最初ローマ字で書いてあってなんだろうと思ってみたらそう,いう,そうやって書いてあったでもそういうやつもあるんだなってちょっとそこで勉強になったふふふふふふっつのさん長野にキュウインズの楽しいライブ見せつけてねそれではまたそうだね そそうそう、地方から来てくださる人もね13日はいると思うから見せつけますマサさん黒酢飲めるって大人だね僕は苦手うそすごい好きだよお酢あじゃお酢が好きでさ餃子食べる時もお酢とお酢こしょうで食べるのお酢とこしょうで食べるしラーメンにも味飽きてきたらお酢入れるしめっちゃお酢好きなので クローズって体に良さそうだから飲んでる <laughs> 割とね毎日飲んでる黒酢と豆乳はまっつんありがとうイエーイみちぐんツイッター変ななって消したよサイバーのレア画像レアの画像を前出したよ消したのツイッター e r <laughs> みちぐん 三つ軍って久しぶりのなんか獣 <laughs> ちゃんそうそう4日コスプレ予定うそ <laughs> 楽しみ楽しみだよ獣ちゃん私大体 <laughs>、ね、俺が気持ち悪いこと言ってるのはもしバレてるとかいやバレてるバレてる <laughs> でも全部はね聞いてないから節々バレてる <laughs> CT 言いたいことを言うパターン言いたいことをためらうパターン 出会った時からのことを言うパターン。へえ、すげえ。そんなんあるんだね。誰が考えるんだろう。かつやさん、スーラータンメン。とか好き。ああ、あ、ね、美味しいよね、あれもあれで。焼け地、お酢胡椒での餃子ワイもよくある。本当。美味しいよね。なんかね、中国の人かな。あの餃子の本場の人は。そうやって食べるらしいよ。 夏季俺が生まれてきた理由それはさて置きシャー行くぞが好きです <laughs> それはウケる <laughs> なんか面白いそれ <laughs> それはさて置いちゃうのね自分のことはいいというあーなるほどねめっちゃ恐れ面白い <laughs> みんな詳しいです詳しいの当たり前かもしんないけどみんなすごいねクロロちゃんつけ麺や油そばの後半にお酢大量に入れますえわかるめっちゃ入れちゃう私もなんかゆりとラーメン食べに行,く行った時に 私がお酢を大量にぶっかけるから <laughs> もうゆりが引いたみたいなえっええそんなかけんのみたいな感じになっちゃったよ <laughs> ひで坊さんよく会うとみーたんやみゆちゃんに声をかけられるがまた会えば気づくかもねひで坊さんはねまた来てくれたら今度私も話しかけるよ獣ちゃん今餃子食べてる嘘いいな私も餃子食べたいたいたちまあみずきにもゆりにももうバレてるから怖いもんなかったわそれなあ タイタチらしくいこう TKO で CT オリジナルで作っちゃうパターンもあるよそう,いうそんなこともできるんだねそのグループ独自の舟 <laughs> さん多分13日蘭丸さんもいるぞええー、めっちゃ久しぶりの蘭丸さん楽しみサンラーターメンタンメンって言うんだスーラータンメンかと思ってたサンラータンって言うもんね確かに カズさん好きなアイドルか目標にしてるアイドルはいるうーんアイドルで目標にしてる人かなんかこの人になりたいっていうのはないんだけど私はアイドル別にそんな好きじゃないからけどなんかこうツイッターのなんか使い方とかあと何 そう,いうなんかそういうのすごい勉強になるなっていうアイドルさんはいる <coughs> うんなんかさあ私がすごい勉強になるなって思う人はなんかラブドルさんのえみちなんだけどえみちすごい知り合いお友達でえみちでねツイッターえみちのこと大好きだからあのよく見るんだけどツイッターなんかかみってるなって思うツイッターの使い方が <laughs> そう 勉強になりますよねクロロちゃん自分も知り合いには惹かれますよく食えるなって言われますそうね美味しいよねでもすぶちさんさっき餃子食べたの嘘なんかうんディスティニー感じるねディスティニーぶち <laughs> さんは何時でさなんなんどういう感じで食べる派なんだろう餃子はかっつんさん俺今餃子包んでる嘘だけどね嘘なんかい <laughs> ボケ倒すやんかつんさん <laughs> もい,い <laughs> さあいじゃないんだよき <laughs> 昨日話したもんね虹いはうららちゃんしーちゃんさあそうあたりに声をかけられるあそうなんだうらりんえみちいかわいいよねかずさんえみちいは確かにすごいねサイバーみずきに好かれるオタクになりたい白紙 <laughs> 大丈夫好きだから 安心してみずきちゃんの「いいね」も紙切ってるほんとカズさんはすっぴんすっぴんだよ <laughs> 唇にちょっと塗ってるだけ <laughs> まあきの私 <coughs> 花より団子の「花ざるい」がめっちゃ好きであの <laughs> ていうか小栗旬さんが好きなんだ私。 いつかなんか「みーずき」って言ってもらえるように頑張る <laughs> 役でね <laughs> みーずきな言われる役なわけないけどねの <laughs> ちゃん俺とはディスティニー感じなかったのに泣いたのちゃんもディスティニー感じてるよもうのちゃんディスティニーの <laughs> ちゃんとのディスティニーは永遠あものちゃんとのディスティニーはフォーエバー <laughs> はモヒーあ振られやんだ,った読んだ <laughs> めちゃめちゃ引きずるやんけモヒー CT 本当に思っている恋心を向上のリズムに乗せて言うやつへーそんなのもあるんだねじゃあ本当に好きじゃなかったら言えないねぶちゅさん割合的には醤油さん3酢4ラー油3かしらなるほどね酢ちょっと多めなんだ <laughs> でもラー油も入れるとおいしいよねくるにゃぴそういえばみずきちゃんの生誕の時やっと着いたらみずきちゃんでと締め切り済み言われてねえ信者マイプ分終わったっねごめんねそうこの前来てくれたみたいなのにごめんよくるにゃぴまた今度来てね雪合さん最近大好きが多くなった確かにみんなに大好きって言ってるかも。 でもね、別にみんなに言ってるっていうかみんなの一人一人のことが好きだからみんなに大好きって言ってるんだけどアイドルの難しいところだよねなんかさ「みんなに大好きって言ってるじゃん」みたいな言われるとちょっともう終わりって感じ <laughs> なんか「いえでもさー」みたいな「<laughs> そうかもしれないそうやって聞こえるかもしれないけどさー」みたいな <laughs> 自分はサイバさんに惹かれてますけどねうまいっす。 クロ,ロちゃんタイタジーって名前入ったら編集案件だったのに <laughs> 確かに確かにこの前の唇に前歯が隠しきれなかったやつか見てた <laughs> 私よくあの写真あるから <laughs> はい切り取りケモンちゃん編集点確認しながら見てるからねもういつもカッキーとりあえずおばたのお兄さんに言ってもええー、やだ <laughs> えー本物がいいでーす <laughs>。みずきの笑顔ほんとに癒されるわ。ありがとう CT。やけり金曜日早速みーずっきって呼ぶわ。待ってる待ってる。サイバーズは欲しがるんよ。そうなんや。富士ちゃん時間ありがとう。サメの歯のペンダントってすごいね。たいたちまあ昨日の動画あるからうれしみ。 じゃあかつ、ね、んさん分かってるみけんさん分かってくれてると思ってたよ <laughs> だからもちろんみけんさんのことも大好き <laughs> くまさんくるにゃピーいつ来るねいつ来てくれるかな？キーのライブねいつ来てくれますかくるにゃピカツンさん分かる俺もみんなに大好きって言うわ <laughs> でもねきっとカツンさんのことみんな好きだと思うよアイドルみんな好きだな DD かフフ <laughs> CT アイドルが,がオタクに向けて向上うパタ、えーンまでえっ何それそれは未知の世界ですわ単押し教養のイメージが一切ないところが素晴らしいと思いますエジ分ンドン私あそうかもね確かにだってさよく考えてみてよ今あなたと私が会えたのはあなたが単押しじゃなかったからかもしれないからそうそうそれはね あんまり欲張らずぶっちさん毎回ライブで大きい声で「みーずき」って言ってるけど <laughs> じゃあさコールの時に確かにそうだね <laughs> 確かにそうだ <laughs> コールの時に「みーずきみーずき」って言ったらいいんじゃない <laughs> もう首めっちゃ取れますみたいなカ <laughs> ズさん小栗旬さんかおばたのお兄さん選ぶのはどっち小栗旬さんです <laughs> そこははっきりと言っていくよ私は太一二俺も「さーいば」って言うよう <laughs>「さーいば」って言けるよねでもまー、あ、昨日の感じでいくと「さーいば」なんだよね私でもなんかなんかキュンとこないよね「さーいば」って大一二「え俺は僕は瑞貴だけなのにねそれはありがとうだよ大一二 でもね DD の人も中にはいてさ他のアイドル生きながら私のこと応援してくれる人もいるからさ私のことだけ好きな人はもう素晴らしいそのままでいてください <laughs> ルッチこんばんはルッチ久しぶりな感じだわみずき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  ルッチ昨日チェキ取れなかったやんだね取れなかったねルッチ昨日いたもんねまた取りに来てね「西枕どうしたえ?」ってえ <laughs> 勝加さんそんな DD なやつおらんてくま <laughs> さんサイ判さんに会わせてくれた高城さんに「感謝ですねたちたちそうそう」なんかさ私と出会ってくれたのもさ なんかツイッターで私のこと見つけてくれてから会いに来てくれた人ももちろんいるし対盤でかぶって見つけてくれた人もいるし舞台でね見て好きになってくれた人もいるからいろんな共演者さんに感謝ですよね CT 全員「みーずき」って首を振ってたらおお怖いわ <laughs> 確かに <laughs> でも面白くない?みーき「みーずきみーずき」うん、もう今さら好きとか恥ずかしいので大丈夫です <laughs> モヒはねでもモヒってなんだかんだでさ私のこと忘れないでいてくれるから好きだよ <laughs> 大樹くんこんばんは大樹くん着物ちゃん今ほか切ってる途中なんでしばしお待ちをあ鼻がかゆい仕事が早いな着物ちゃん タイマジで最近瑞貴に好きしか言ってないそうねありがとう好きをいっぱいもらって幸せだわおうおう推しが多い初めて聞いたそれおうおうでサワセンタイタジ高城さんには感謝の気持ちしかありません今までありがとう。 ありがとうございました。高城さん。ブッチュさん、おいらはアイドル祭りにアンジュルも出てなかったら、みずきちゃんに会えてない奇跡。そうだよね。ブッチュさんも本当そうだよ。でさあ、見てなかったら私のことを見つけてないかもしれないから、その時の関東 A ブロックを。ひでぼうさん、見たに静岡のお茶そばを勧めたらすごく食べたがっていて、うららちゃんも気に入ったみたい。そうなの茶そば。 CT 前に向かって首振ってるもんみずきみずき <laughs> めっちゃ久しぶりですねたいきってどのたいきだろううんーあー分かった分かったよいきくんクマさんみずきちゃんのけちゃ首振り <laughs> ひ首振り僕は KDKD ってなんだ K, D? K って何だろう KD んだろうね <laughs> キモノちゃんミクさんありがとうさよならさよならんかい生き物ちゃん今度ミクさんの舞台見に行く私カズさんキュウインズを紹介して キュインズは私とえー、ゆりと立花ゆりと小野美奈と瀬野な美と新、えー、の美優が5人で活動しているグループでございますライブがねライブを中心に活動してて <laughs> でもねキュインズの良さ見に来ないと伝わらないと思うので全く全くというわけではないけどまあほとんどのミルクはねキュインズはねライブを通して伝わると思っているので 次のライブ5月4日家袋リード K3 さんでのライブと5月5日の上野豊横丁さんでのライブぜひ皆さん遊びに来てくださいお休みの方もいるかもしれないのでそこでキューイーンズの良さを堪能していってくださいイェーイ俺は誰かのツイートでサイバちゃん見つけたんだよな なんかねリツイートとかでね回してもらったりとかしてねそうそういう人もいるタイトルいやでもディスティニーだからみずきとはどっかできっと出会ってたなそうかなでも生地ってたかもねさ <laughs> っき KD 子供大好き言ってるリコンかよ <laughs> それな <laughs> 首振ってけちゃって湯浅教授がみたいになるやんなんかみたいな 告知上手かよ <laughs> 告知までの流れ上手にかなうまみ, <laughs> みかな,みかなちょっと言葉では説明できないよ <laughs> キュインズの良さというのはな,なんかいいんだよキュインズはでも言葉で説明するんだったらピュアでフレッシュ <laughs> で完成度が高いですキュインズはとにかくなのでアイドルってさ完成度が完璧高くなくても 応援してもらえる魅力がある方もいると思うんだけどキンズはねそういう感じではなくて <laughs> パフォーマンスに完成度を求めているグループです向きなおさんこんばんはインジロと対話になる日は来るかな？えわからない来るといいね冷たいこれぞ俺の扱い大だ <laughs> し。 大体で冷たくしてごめんね <laughs> もう出会いとか忘れたわねほんとそれだよモヒでもねうんい,いつだっけなえでもなん,かなんかわかる気がするなんだあおせちゃんとんだろうねなんか台湾で会ったのかな仕事は休みなんだけど財布の中身が出張中なんだが。 まあ、そういう時もありますよね CT クリエピオレもアイドル祭りで神宿がそのまま参加したら瑞貴ちゃんに気づかなかったかもしれんえー、なんかすればすごいよねでもほんと些細なきっかけっていうの多いもんねいじめの振り返らと過去にいた台盤のつくより早い時間に出てたきことがあった <laughs> そういうのはありそうでも結構ああくしゃみれそうだ <laughs> にゃあふ <laughs> キーイ,インズの今のメンバーだからライブ見に行くとかのが続いていると切に思うでも嬉しいそう私のしてくれてる人でもほんと他のメンバーにもねチェキ取りに行ってくれたりとかしてる人いてみんなのことが好きになってくれてありがとうと思いますあーくしゃみ去年のアイドル博以来会ってないね本ほんとだよねみきのもうさんも1年ぐらい会ってないよ ちゃんそういや昨日のムービーのミんトンやっちゃったね <laughs> もうみんなウケたー <laughs> 私の目の前で動いて本当受ウケたなみんな <laughs> にゃーだよくしゃむでにゃーしたわ少量道ずっとニヤニヤしてて気持ち悪いけん俺がええキモい <laughs> 誰もいない大丈夫周りににゃ来たーにゃー来にゃーたーにゃ,ーたにゃーいただきました <laughs> みんなにゃ待ちしてるよげちさん昨日はたなかファン連番したの気づいたえなんかね見たよそれ気づいたよなんか並んでるなと思った猫みたいなクシャ見てた <laughs> にゃにゃだけねはた <laughs> さん時間ありがとうさっき実際会ったら可愛すぎて過去最上級の衝撃が半端なかった <laughs> ありがとうかき、会いに来てくれて、また会いに来てね。あのみなも握手必須です。そう、ゲッチさん、そう。みなはね、とってもいい子だから。コロコロ、獣さん、何それ気になる歌。<laughs> みな、昨日ウケたな。なんか、ムービーの振りで、あの、最後の最後で、立ち止まらないで変わるよってとこがあるんだけど、私の。 最最後の最後ので歌うががあるんだけど私がそこでみんな止まってるのこういう振りがあってこれ「立ち止まらないで変わるよ」みたいな振りがあるんだけどそれはみんな他のように動かないのでも <laughs> 昨日みんながすごい思いっきりこうやって動き始めて <laughs> で動き始めて開始0.5秒ぐらいで「あっダメだって気づいてちょ,ちょっとスローリーな動きになってちょっとごまかす。 ごまかすフリーをしてたっていうのが面白かったアイドル吐く前は秋葉原でよかったっけねそうみきなおさんそうおしねきもいって言われたにやつくおだくひ控やめに言ってやばみえそれやばみ <laughs> 控えめに言わなくてもやばみ <laughs> いやいやみん,ないい子そうみんないい子だよ <laughs> やすく終わり側に見に終わり側に見に来たらみーたんいい子に泣いた <laughs> みんないい子だよさやばちゃん歌うまいよねありがとう ありがとうありがとう <laughs> みんなに別班のレギュレーション教えましたえー、ありがとうねゲッチさんそうそうね普段ねこういうとこ来ない人もいるかもしれないし咲いたん元気は <laughs> おいおい <laughs> クニピアピあ昨日まで推しが東京遠征来てて久々に会ったら浮気しとったんって言われたけど言われとったけど みんない,い子だよさてそろそろ配信終わりましょうかね1時間ぐらい配信したからねクニャピのコメントってこれ続きがないのかな「網戸吉になるわけして」って言われてえー、なんか嬉しい嬉しいのかすごいなんかなんか嬉しい <laughs>

水木さんさんの持病動画ツイートではなく城で拡散するありがとうブッチさんいろんな人に見せてね <laughs> ありがとうみんなみんな来てくれて今日次のライブは5月4日。 池袋ルイド K3 さんで出演20時から物販に21時からですこの日は30分ライブで桃井の革命さん主催のフォーマンライブです出番も桃井の革命さんの1個前ということで気合いを入れていいライブをしたいと思いますので皆さんぜひ遊びに来てくださいそしてその次の日は上野音横丁さんで えー、出演19時20分からウパー二十20時15分からでライブします2周年ライブの会場でもあった上野音横丁さんなんですけどこの日もこの日はもうこの日も25分のライブなのでねたくさんライブできるから楽しみですありがとうございますまた見に来てくださいライブああ目がかゆい そうライブの時間が長めだからいいよね <laughs>。というわけで黒酢で活性を飲みながら <laughs> ありがとうございました今日もまた会おうねみんな <laughs> そしてライブに遊びに来てくださいまたねみんなありがとうございましたバイバイ。 ゆっくり寝てください。明日もお仕事の人いると思うし。ありがとう。バイバイ。